ル登録してね。お願いします。すずねのピンチポジティブ。おはようございます、すずです。本日はすずねの展開ピンフォーシーズン第11回目の収録ということで、徳島県にございます J1 スロット住吉店さんにやってまいりました。朝から今日やらかしてるからちょっとさ、そうだよ。はわー、もうね、もうやっちゃった。昨日はしゃぎすぎたんだよ。そうなの、昨日の夜ね、飲みに徳島ついてから2人で飲みに行って、はしゃぎすぎ、くだらない話してはしゃぎすぎて、結果朝寝坊するっていう。最悪だよ。はい、というわけで本日はですね、朝一からかなり並び多かったんですけど、25番を取れまして、コードケース R2 シーズンバージョンを確保してまいりました。あんまこうグッドスの話してなかったんで。そうですね、ここまでね、ちゃんとグッドス稼いで、はい、稼いだら、まあ、昨日ちょっと飲んでる時に話したみたいに、うん、お深いしましょう。お深いしましょう、いいですね。グッドス、まあ、1000かな、1000いったら、まあ、お深いしたいなと思います。去年ねちょっとやったんですけど、1回しかまだできてないので。まあ、オープニングでやるってもう、うん、ミッション成功してなかったらグッドスの基礎もねえから、皆さんぜひいいね押してね。では本日はどんなミッションが来るのか、サムネミッションカモン。お菓子445厳しくね。これもう俺が見たいやつを揃えた。いやそうじゃん、勝手じゃん、ちょっと勝手じゃん今回。だってさ、待って待って、今7ポイントでしょ、みそぎやるっつったってさ、4とか5とかなってさ、もうリーチかかってる。負けたらね、やばいよそれ。そろそろ身売りが始まるよ。頑張る気持ちはあるからね。よし行きましょう。じゃあ、はい、本日のサムネはエンディングで号泣っていきたいと思います。そこエンディングを引くよりも私が泣けるかどうかの方が重要。目薬用意しとくわ、スタンバっとく。感情的になるよ。エンディングで見たことないんで見たいなって気持ちもあるしね、行ってみようと思います。すずねのステージ頑張ってボーナスを引きます。それでは本日はコードキャス R2 シーズンバージョンの実践の方を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。学区もあるのかな。あ、学区したね。昨日が悪かったところでの学訓だったんで、ちょっと今日の上げ狙いは期待持てるんじゃないですか。このコードギアス R2 シーズンバージョンなんですけども、まあ、ノーマルタイプということでちょろっとだけね打ったんだけど、どうも通常時はリプレイが鍵だよね。結構なレア役を引いてもその後リプレイさせることができないと何にもならないというか。これは滑り、なんだっけ、滑りゲース名早速。あ、もうダメ、これダメなんですよね。滑りゲース名強いのにさ、その後にプレイ引かないとお話になんないからね。もうまだ駆け出しはいいんじゃん、割とレア駆けてるよ今日。うん、行きたい行きたい行きたい。お、レア役です。滑り休め。これ割と強い。やばい、めっちゃいい人じゃん。お父さんの形で。あ、これ入ってるね。ミドルボーナスでした。というわけで、何ゲームだ？はい、305ゲームですね。本日初のボーナスはミドルボーナスでございました。テンパしたんで狙ってみたら当たりましたね。
とりあえずさ、50ゲームはもらえるからここでまた頑張ってボーナスいこう。つぶやき休めからだったね。これ確か示唆があった気がする。後で調べよう。構成的資産が2回も出ましたよ。可能性はあるよ。さあ本日初のブラックリミリオン50ゲーム、はい、こう。ここまで投資11杯ですね。はい、というわけでミドルボーナス終了でございます。この画面は日本パターンです。ではパターン、はい、こっからやな。もう多分設定悪くないんだよな、これ5設定差出てるのもあるし、昨日悪そうなので朝がっくんしてるから設定変更は濃厚だし、私の気が悪いんだよな多分。そんなことないよ。どう頑張るよ。何やその棒読みなの。いいよその大根か。わあ強い。多分これ滑り気休めなんだけど。私が目押しミスターかな。いや強いと思いますこれは。入りましたね、当たりました。さっきのルルーシュの演出から早かった。103ゲームあ、ピンクかな。あ、ピンク違った。また今回もはい、ミドルボーナスです。2回目、おです。2回目のミドルボーナスでございます。かわいいね。ゼロゼロ。おっとこのこれは高設定差また出ましたね。高設定差の画面結構出ますね。はい、というわけで70枚の獲得、持ちコインでなんとか当たったけどね。最高、ブラックレビリオン、本日2回目。今回こそカットインを出してみせる。ルルーシュジノ、おっとリプレイで言ってるパターンじゃないの。ダメだったわ。強いわジノ。ジノ強いんだよ。前作のこのポートギアス R2 ART のバージョンの方もジノすごい強くて来ました。ようやく、しかも順押しですね。あるよ。やりました。やった。今の行きましたね。順押しやっぱ強いね。RT 中初めて。今回はビッグ。よっしゃ。やりました。ハイパービッグでございます。
ようだなって褒められた。さあ来ましたよ。さあ行こうか。ここで320スマネ獲得でございます。さあ行こう。ブラックリベリオン150ゲームあるからね。あるよ。ゼロレクイエムやっちゃおう。やりたい、やってほしい。任せとけよ。さあ、レア役です。チェリービアースバトル。さあ、来たよ。強いよ、スザク。誰シク、カレンか。まだあるよ。ダメだった。さあチャンス、リプレイかな。お、滑った。はい、やったよ。あ、しかもストーリーピック。これ SS だよ。見ちゃうね。やったよ、ゼルダクイムだよ。やってやった。やってるね、今日もやれてるね。今日やれてるね。エンディング見れるよ、これで。するよ、朝早いな、時間で。さあ来た。ここまでで545万獲得です。もう投資まくるんじゃない。今11杯なんでね。よし、ついに来た、ゼロレクエム。かっけー、いくよ。勝ちたい。そうなんだよ。さあ来ました、バトルです。来たよ。邪魔させない、強いな。ごめん、私じゃ使い物にならねえわ。終わっちゃったー。はい、というわけでトータル542万の獲得で終了です。例のものちょうだい。本当に思い出の品他飲んでたらダメなの。いやいや、今遠征中だから持ってないっしょ。うん、なんかある。うん、早くよこせ。一生懸命作り上げた私のノートが。いや、タイさんこれ捨てちゃダメだよ、本当に捨てはしないで。私一生懸命作ったからこれ。はいはい。ねえ、じゃあ、はい、みそぎ完了。これでマッチポイントがマイナス3。行くよこれ。あ、特殊デメ、スイカ外れ。これリーチ目ですね。次回予告だ。彼バサス来ました。次回予告、何
ますかな。ピンク狙ってみようかな。白かな。やった。ピンク。ピンクですね。322ゲーム。ビッグボードでございます。チェリーからいった。いいよいいよ。ようやく聞こえた自分の台で。せーのだか。テレテレテテテレテレテレテ。変わらない世界。シックかけ。セクカの。これビッグの後のこのやつだと通常なんだっけ。この画面はブラックリベリオン。さあ行こう。頑張るよ。今回もやってみせる。任せて私に。 OK 任せて。今彼みたいなテンションになってるから私やれる。任せて。してあげようじゃない。今日赤いからね。そう、私今今日山本カレン。誰？お、今なんか違う音がしたよ。さあ、一回の字のありますね。しかも今音違ったからこれあるんじゃない？お、ほら強い。次は？誰？ある！強い！これは行ったんじゃない？え？外したの？強い！ミスター。ああ大丈夫だった。あるやつだけだよ。よし、覚悟あるよ。ハイパービッグです。私の目押し見せ、すいません。よかった、当たった。狙わないのも作戦のうちだとかクソ恥ずかしいんだけど。よかった、危なかった。あ、ギアスじゃん。ギアスビッグだよこれ。引いちゃったよ、ギアスビッグ。すげえ薄いとこ引いたよ、また。やった。いや、なんかいいよ。持ってるんだって。すべてのボーナスを引いたって。まあフリーズに近いようなもんだったけどね、あれは。あ、やばかったね。でもさ、恩恵は一緒だもんね、ギアスビック。さあ、714万の獲得。いや、勝ってるよ。そう、全然勝ってる。さあ、行きましょう。しかもギアスビックからだから、そうなんだよ、そうなんだよ、シーツタイムに入るんだよ。来たよ。
かゼロレクイエムじゃないか、ゼロレクイエム扱いなのか、中身的にはこれ。これでビッグ引いたらエンディング見れる？分かんない、見れそう。激キャス展開じゃないよ。でも激キャス展開だよ。ビッグ引こう、ビッグ。ビッグ引こう。からね、さあ行こう。いやー、やっぱシーズンタイム中はビッグ行きたいよね。惜しいよね。惜しいんだよ。あそこだよね。そう。わあ、ただ一角を狙いにいたが、しかしごめん、終わっちゃうわ。はい、というわけで809万の獲得で終了。うわ、なんかもういつも惜しくない？悔しい。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。本日ですね、朝一からコードギアス R2 シーズバージョンを打ちまして、結果が投資11敗で回収こちら1454枚でした。大勝利じゃないですか。いや、サムネのことちょっと一回置いとこう。絶対上だったよね、あれ。いや、絶対上だった絶対上だった。すごい楽しかったもん。楽しかったね。うん、高設定のノーマルはマジで楽しいね。レクイエム2回行ったし。そう、惜しかったね。エンディングチャンスもいっぱいあったのに。マジで悔しい。うん、シートタイムとかもね、あったしね。悔しかったね。でも、今日確かにサムネミッションとしては失敗ですよ。ミッション失敗。今日ダメだったんだけど、ちょっと前に実はちょっと打ったんだよね。コードギアス C2 マジ打ったんですよ。その時にしかもフリーズ引いて、それ出してよ。今映像あるんでこちらをご覧ください。どうぞ。ちょっと待ってや。えそれだからいいでしょみたいな。え、ダメなんですか。え、サムネなんすフリーズ引いたよって。海岸にしといて、うん、フリーズ海岸にして、今日は引いてないじゃん。でもエンディングまで見たら実は引いてたみたいなダメだよ。ダメかな。ダメだよ。引いた事実はあるじゃん。事実はあるし、映像も残ってるじゃん。なんでちょっとお願いしますよ。というわけでお昼を食べて帰ってきました。コードギアス C2 バージョンが空いてたのでね、もうタイさんがエンディング見たいってうるさいんで移動してきましたそれではね、ワンボーナスを目指して頑張っていこうと思います。ただいまのゲーム数379ゲーム、本日ビッグ6回のレギュラー2回がついている状況です。わっ、当たった。待って待って、これフリーズじゃない？これローフリだ。フリーズいたよ。今やばい、振りついた。ギアスボーナスです。ちょ、写真撮っといていい？これやばっ。フリーズ引いたんご。やりましたね、ギアスビッグですよ。やば。お前もギアスの使い手だったのかって。そうなんですよ。やだよ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドも
たくさん押してね。グッドが増えると何かいいことあるかも。ぜひよろしくお願いします。